に生えている理由は、タイマン学校は日本語を勉強だけではなく、いろいろな科目も勉強できます。例えば、礼儀、礼節、挨拶、時間を守ることとかなどを勉強できるので、タイマン学校に入ることにしました。私の将来の夢は、日本語の先生になりたいです。それに、いい先生として日本語を学びたい人に教えてあげたいと思います。日本語を勉強したい人へ、タイマン学校を選んでください。理由は、日本語を教えてくれるではなく、文化やミスリマナーも教えてくれます。こんにちは。タイマビススクールの校長、グローブインパワー CEO を務めている、チョムランです。もう今頑張っているのは、グローブインパワーという送り出し機関を作らせていただいてまして、そのグローブインパワーで本当に人を日本に送ってですね、その全ての売り上げは本当にタイマ学校の運営をさせていただいております。将来はですね、もっともっといろんな日本人が来ていただいて、その学校を見学、それを見ていただいて、そこが本当に看護をもらって、日本に帰ってもらいたいというのをすごくずっと思っています。カンボジア校に対しては、カンボジア人、もっと有名を持って、本当に有名を実現できるような、学校を作っていきたいと思っています。